こんにちは、リノです。需要があるのかはわかりませんが、いろいろキーボードとかを買ってもらったので、耳コピに使っている機材とかソフトを紹介しようと思います。まず、イヤホンについてです。もともとは Amazon で1000円くらいで買った安いイヤホンを使っていました。ですが、最近モニターヘッドホン、トイレエンジニア向けのヘッドホンの存在を知ったので、ソニーの MDR-7506 を買ってみました。お高いやつです。箱の中身はシンプルで、入っていたのは収納用の袋と説明書、本体くらいです。側面の部分に青い帯が入っているので、通称青帯と呼ばれて親しまれているんですね。赤帯という日本でのシェア率がめちゃくちゃ高いシリーズもありますが、このように折りたたみ可能で、イヤホンジャックが細いので、赤帯と違ってそのままスマホにさせて、コードが伸び縮みする。という取り回しの面で便利なところがあるので、私は青帯を購入しました。使ってみた感想としては、高音も低音もすべてフラットに聞こえてきます。音楽鑑賞用というより、モニター用なので、バランスよく聞こえてきますね。ですがぶっちゃけ、耳コピのしやすさで言ったら、イヤホンとの違いがよくわかりませんでした。まあ、私の環境か耳が悪いだけかもしれませんから、一概には言えませんけどね。次に、キーボードについてです。M-Audio さんのキーステーション61を購入しました。こちらはMIDIキーボードになっているので、これ単体では音が鳴りません。88鍵盤は大きすぎるし、49鍵盤だと小さすぎる気がしたので、61鍵盤を検討したところ、これが一番コスパが良かったのでこれにしました。こちらも箱の中身はシンプルです。ついでにスタンドとペダルも購入したので、セットしてみました。概要欄に購入リンクを貼っておきます。机の前に調節しておくと、こんな感じになりました。USB でパソコンに接続しただけで動きました。もちろん、iPad とも接続することができます。いろいろボタンがついていて、ピッチベントを変更したり、トランスポーズ機能を使ったり、楽器の音色を変更して遊べます。ボリュームボタンもありますね。昔に M-Audio さんの32鍵盤の小さいキーボードも買ったんですが、ミニ鍵盤なのと鍵盤のタッチの感覚が苦手でほとんど使っていませんでした。ですがこちらはフルサイズ鍵盤で、タッチもセミウェットなので、ライトウェイトのものと比べると割とピアノに近くて、デザインや値段も含めて買ってすごく満足しています。昔は今にある電子ピアノをMIDI接続して財布していましたが、家族がうるさくて気が散っていました。今は部屋の中で作業が完結するのですごく便利になっています。次に、使っているソフトについてです。 iPad で楽譜を作るときは2000円くらいの買い切りの Notion というソフトを主に使っていました。iPad で使える楽譜ソフトの中ならこれが一番いいと思います。ですが、数年前のゲーミング PC を譲り受けたので、これからはパソコンで楽譜を作ることにしました。Muse Scoreというソフトを使っているのですが、こちらの方がやはり機能的には上ですね。耳コピの補助には、早右衛門という再生ソフトを使っています。再生速度や音程を変更したり、特定の周波数帯だけ強めて再生できたりするので便利です。スマホでもパソコンでもインストールできます。そんなこんなで楽譜が作り終わったら、 MIDI ファイルをシンセシアや C ミュージックに書き出して、それを画面収録して動画を作るだけです。というわけで、以上で DTM 環境の紹介を終わります。この動画で紹介したものなどは概要欄にリンクを貼っておきます。ご視聴ありがとうございました。